大スケールは、鉄道模型の縮尺と期間を表す、規格故障の一つ、もしくは、縮尺模型において、縮尺を表す故障である。鉄道模型、大ーゲージ鉄道模型の別称、もしくは、縮尺模型に使われている、大ーゲージ相当の縮尺を指す。縮尺、故障は国、地域、メーカー、愛好者団体によって異なり、王、または、例と故障される。 鉄道模型の他自動車模型、ミニカーの分野でも使われる用語である。鉄道模型では、オースケールは縮尺と期間を表す、規格故障を指す場合と縮尺を指す場合の二通りの意味がある。鉄道模型において、オースケールと呼ばれる縮尺は1、43.51、45.1、48の3種類ある。アメリカでは、縮尺1、 48を指して、大スケールと呼ぶことが多い。ドイツなど、ヨーロッパ諸国では、一般的に採用している縮尺は1、45である。イギリスでは、縮尺1、43.5を採用し、7ト、mm、ルスケールとも呼ばれる。日本では、日本型車両については、縮尺1、45を基本縮尺としている。ミリ3 2トル縮尺1、 43.5、1、45.1、48の鉄道模型を、オーゲージもしくはオースケールと呼ぶ。元来、オーゲージ鉄道模型のアクセサリーとして作られた自動車模型であったが、現在は、鉄道模型から独立した存在となっている。縮尺は1、43から1、50まで様々である。スロットカーにおいて、この縮尺を採用していたメーカーも存在する。 スケールモデルにおいては、1フィートを1、4インチとする1、48スケールのプラモデル製品が普及している。ありがとうございます。